Okay, 很高兴大家光临我们这边的Gelang Weekend 论坛。那这是我们这次亚太游戏论坛的第一场Keynote Speech。那我们今天非常高兴能够邀请到我们的 Masuda-san， 这是我们日本的 Toidea 的创办人。那来CEO 来这边呢，跟大家分享，他在对于中小型的独立游戏团队来说，那在日本这样一个竞争激烈的App 市场来说。在这个游戏市场里面，你如何取得成功？他们在他们有一款作品叫做 Dragon Fun。那这个作品呢，它在日本现在已经营运了两周年，然后他们也取得了200万的下载量。那我想这边会有非常多值得大家参考、学习的一些经验，还有一些技巧在里面。那我们今天呢，就掌声欢迎他。皆さんはじめまして、日本からやってまいりました株式会社トイディアの松田と申します。那大家好初次见面我是来自日本的松田同志那个松田同志今主にスマートフォン向けのゲームを自社で開発し運営し、自社だけでゲームを配信している、スマートフォン向けのゲーム会社になります。那本公司呢现在就是主要就是开发手机游戏那就是自己开发自己营运然后就是自己 推广 宣传这样子。この度はですね、台湾の皆様の前でゲームについてお話をできる機会をいただきまして誠に光栄だと思っております。ありがとうございます。那就是呢，很高兴，就是可以取得这一次难得的机会，然后跟台湾的各位开发者们，然后可以这样子做这一次的演讲，是非常非常感谢的。まずですね、こういう光栄な場をいただいた前にですね、ゲームクリエイターとしてではなくて、まず日本人として台湾の皆さんにお礼が言いたいなと思っていることが一つあります。那有关于这一次的演讲呢，在开发者之前，身为一个日本人，我有想要讲的一些事情。皆さんもご存知かもしれませんが、日本という国は福島とあと九州で非常に大きな災害に遭いました。那就是呢，有关于在日本的部分呢，现在就是因为在广岛那边有非常大的灾害这样子。その時にですね、台湾の方々が日本に対して非常に手厚く手助けをしてくれた。まあ、友情だったりとか愛情だったりっていうものを日本人は忘れていません。那对不起，我修正一下，就是在那个福岛那边，然后呢，就是在福岛这次事情呢，就是向台湾的很多人呢，那就是给了日本很多的帮助。私はゲームを作ることしかできない人間ですが、ゲームを通じて日本と台湾がもっと交流して、良いゲームが世の中に一緒になって生み出していけるような世の中になればいいなと本当に心から思っています。那就是呢，因为我其实只会做游戏，所以我希望透过游戏呢，可以就是跟大家多多交流，这是我能做的事情。私はですね、中国の言葉がシェシェとニーハオしか、言うことができないんですけども、一言だけ言わせていただきたいと思ってます。シェシェ。那就是呢，因为就是中文的部分，我只会谢谢跟你好，然后就是说让我说一下谢谢这样子。ではですね、日本の国内で、自社で開発して配信をして運営をして200万ダウンロードいった、弊社のですね、ドラゴンファングというタイトルについてお話をさせていただきたいなと思っています。那接下来呢，就是介绍一下由本社开发，然后营运宣传的这一款，就是在日本已经达到200万下载的这款游戏，然后我们稍微介绍一下这样。私はですね、2日前に台湾高雄にですね、初めて入ったんですが、高雄に2日間いるだけで高雄が本当に大好きになりました。那就是他其实是两天前，就是前天呢，他第一次来高雄，然后呢，就是只有这两天，但是他想要说的就是说，他现在非常喜欢高雄这样。でですね、本来プレゼンテーションしようと思っていた内容が、実は見返してみたら、あまり皆さんの役に立たない、つまらない内容だなというふうに私は思うようになりました。那就是有关于那个演讲的内容呢，就是可能有一些部分他会觉得很无聊这样子，他可能跟台湾的一些情况有点不一样。台湾でゲームを作ろうと思ってらっしゃる方々にもっと私が経験したゲーム作りにおいて大事なこととかすごく重要な部分っていうのをもっと話すべきだなというふうに昨日の夜に思い立ちました。那就是这一次呢我决定就是有关于开发者的一些经验啊然后就是说特别是跟于像这边的一些开发者然后我希望说 这个部分的经验可以跟大家多分享这样子。そこでですね、急遽予定を変更して、昨日の夜ホテルでですね、寝ないで、プレゼンテーションの内容を、作り直してきました。
那就是昨天呢，其实没有怎么睡觉，然后就是说赶快先把那个今天要讲的内容稍微修正过这样子。今回ドラゴンファングについてお話をするんですが、今回皆さんの前でプレゼンテーションする内容は日本の国内でもあまりお話をしてない話になりますので、皆さんがもしゲームを作りたいなと思っている場合には、参考にしていただけるんじゃないかなと思っています。那今天讲的内容呢，如果是你有想要成为一个开发者呢，那这个部分的话，希望可以成为你们的参考这样子。没有你接了，我要口译啊。啊？ Sorry. OK.ちょっと待ってください。失礼しました。あ、不好意思。それでですね、皆さん向けのプレゼンテーションを作るにあたりですね、急遽、そちらにいらっしゃる日本の仲間の坂本さんにですね、英訳の手伝いとかをしていただきました。ありがとうございました。那就是为了今天的内容呢，然后就是因为为了要对应开发者们，然后就是昨天呢特别请的那个坂本先生帮忙这样子。それでは前置きが長くなりましたが、時間も限られていることですし、プレゼンテーションの内容に入りたいと思います。那就是时间也差不多了，那我们就先开始来做一下演讲这样子。まず会社のご紹介になります。トイディアという会社でやっていまして、現在社員は12名で、タブレット、あとスマートフォン、あと VR 用のゲームを自社で企画、開発、運営をする会社になっております。那稍微介绍一下我们公司，我们公司的名字叫 Toidy， 然后基本上呢，现在开发的人数就是社员总共有12人，那主要有开发的就是手机游戏，然后跟 VR， 那其实他们的形态就是自己开发自己营运这样子。3D の開発では主に Unity を使用しておりまして、2D のゲーム、3D のゲーム、あとは日本の芸能人ですねと関わったりとか、日本のアニメとコラボレーションしたゲームなどを作っています。那主要呢，他们的业务就是他们其实是用 Unity 做开发，然后包括2D、3D 的一些游戏，然后其实像他们推广的话，就是还有跟日本的一些艺人啊，然后就是做一些活动，就是一些交流活动这样。OK。私の説明になります。ですね、日本にある美術大学を卒業した後、セガという会社に入りました。でその後マイクロソフトに行きまして、マイクロソフトを卒業した後でトイディアという会社を仲間と一緒に起業したという経歴を持ちます。那这是我个人的经历，然后就是说他基本上就是松岩先生，他就是说他有东美美术大学毕业，然后呢有经过 Sega 跟 Microsoft 这两家公司，然后现在是在Toidy这家公司在工作这样子。私の特徴としましては、セガ時代にはアーケードゲーム、マイクロソフト時代には、ハイエンドの家庭用ゲーム機、PC 向けのオンラインゲーム、あとトイディアではスマートフォン向けのゲームというゲームにおけるほぼすべてのプラットフォームでゲームの開発経験などがあります。那其实从 Sega 开始呢，他有一些开发过一些，比如说像 arcade game 啊，然后就是说到 Microsoft 的时候，他有开发一些比较大型的，就是那种高品质专案。然后呢，到现在Toidy基本上他是做一些像手机游戏，所以他其实各种案子都有做过。あと日本のインディーシーンにおいて中心を役割を担っておりまして、日本のゲーム雑誌などにもコラムの連載を持っています。那就是包括像现在呢，其实像日本的一些杂志啊，然后就一些有关于宣传或者是一些交流的部分，其实他现在都有在推广。で、私の作ってきたゲームの経歴になります。まずセガ時代にはアーケードゲームを作りました。でセガ時代にはドリームキャスト向けのシェンムーというものにも開発参加しました。でマイクロソフト時代にはハイエンドゲーム向けのファントムダストというゲームを作りました。那其实在 Sega 时代呢，他有做过像这些 arcade game 啊，然后还有像这个部分，就是他在 Sega 之前做的。然后到 Microsoft 他做一些 high end 的游戏的时候，就是像有这些 title 这样子。でマイクロソフトの後期になりますと、Xbox 向けのゲームで、ロストオデッセイというアンリアル4を用いたハイエンドな 3D ゲームを作りました。那在 Microsoft 的时代呢，就是像这一款就是失落奥德赛，然后就是他在那个 Xbox 他也有参与开发。
そしてですね、もともとセガの仲間と起業して、我々トイディアという会社が日本でサービスインしたのがドラゴンファングという流れになります。那到トイディ的时代呢，他跟以前 Sega 的一些伙伴，然后就是自己出来做这一款，就是《ドラゴンファング》这一款游戏这样。はい。で次にオフィスの紹介になるんですけれども、東京の秋葉原にあの会社があります。那介绍一下我们公司，我们公司其实是在东京的秋叶原。ちょっと皆さんに質問したいんですけども、あの秋葉原に行ったことがある方いらっしゃいますか？手を挙げていただけますか？那有去过东，有去过秋叶原的，请举手一下。ありがとうございます。谢谢。まだまだ少ないですね。还很少啊。今回私はですね、台湾の皆さんに受けた気持ちだったりとかっていうものにどうやってあの我々日本人が気持ちを返すかということをすごく考えています。那就是有关于透过这次的交流呢，然后就是跟就是可以就是互互相要怎么去传达呢？他其实想想了很久。今回の交流をきっかけにもし皆さんが秋葉原に来ることがありましたら、この会場と同じように私の会社にもぜひ遊びに来てください。那就是如果你们有来秋叶原呢，然后请务必来我们公司玩一玩这样。このプレゼンテーションが終わりましても、この会場内を多分うろうろと歩いておりますので、お気軽にお声掛けください。那就是其实这个演讲完之后有没有？他其实还在会场里面就是四处乱晃。那如果说有想要什么讲的话，就是可以来过来聊聊看这样。たくさん皆さんとゲームの話がしたいです。那就是想跟各位多多讲一下，就是有关于游戏的一些话题。で次にあのドラゴンファングのゲーム具体的な説明に入ります。那接下来呢，就是比较详细的讲有关于《ドラゴンファング》这款游戏。まずドラゴンファングの実績として、200万ダウンロード国内で達成しているタイトルになります。那有关于成绩的部分呢，在日本国内现在已经达到200万下载。ゲームの内容なんですけれども、アニメのドラマとあと無限に自動で作られるダンジョン。これとあとキャラクター育成的な RPG 要素という3つの大きな要素で構成されているゲームになります。那这款游戏呢，主要是由就是一些动画剧，然后跟无限关卡这两个要素是非常重要的，由这两个要素所组成的 RPG 游戏。ローグライクと呼ばれるジャンルのゲームになりまして、スマホに最適化された完成度の高い UI も非常に国内で評価を受けています。那这一款呢，就是被说是就是 roguelike， 然后这一款的那个完成度，因为它是在手机上，然后就是大家评价都是说这一款的完成度其实还蛮高的。どのようなゲームか知らない方も多いと思いますので、軽く動画を見ていただこうかなというふうに思います。那就是次にユーザー層なんですけれども、男性が 70%、女性が次にですねユーザー分布なんですけれども。男性が 70%、女性が 30% のユーザー分布になります。那等一下会稍微播一下动画，就是看看一下这款游戏是什么样的一个游戏。那首先先介绍一下，就是说，有关于使用者的部分，就是它整体的比例，大概男性是占了70%左右，女性是占了30%左右。主にですね、30代を中心に20代から30代のお客様が多い、ゲームになっておりまして、課金率は年齢とともに比例します。那这款游戏呢，基本上是30岁左右的年龄层为中心。那其实主要的一些课程大概在20岁到30岁左右。然后呢，有关于氪金的年龄，其实跟他的一些年龄是正相关的。Square Enix など日本で有名なゲーム会社とのゲーム内でのコラボレーションも大きな特徴となっています。那像在日本国内呢，他在做那个 collab 的时候，像有跟那个 Square Enix 啊，就是 Square， 他们有做那个 collab 这样子，就是有做一些活动。ゲームを知らない方もいらっしゃると思いますので、簡単なムービーを少し見ていただきたいなと思っています。那可能在场也有不知道这款游戏的部分，那我们就是稍微先播放一下影片这样子。今見ていただいただけではちょっと分かりにくいかもしれないんですが、チェスのようにですね、自分とコンピューターが交互に一手ずつダンジョンを探索していくタイプのゲームになります。那可能只有看这样子，可能大家会不太清楚。那其实这个游戏呢，主要就是像一个棋子的那个，就是下棋的那个格子一样，它一格一格一格这样的移动。
ドラゴンファングの実績としまして2015年の Google Play Best Game の中に選出されています。那2015年呢就是取得了 Google Best Game 就是他 Best Game 被选为就是日本的 Best Game Prize だ。あと日本国内でですね、これはご存知の方も多いと思うんですけども、人気アニメである進撃の巨人ともゲーム内でコラボレーションをしています。那包括合作的活動呢、其实他们也有跟进击的巨人做一个合作活動。では具体的にですね、日本国内で200万ダウンロードを達成するまでの道のり、また重要なところについてお話をしたいなと思います。那接下来呢、稍微介绍一下、就是在日本国内达到200万下载之前呢、就是他的成长的过程到底是怎么一回事。まずですね、トイディアのように日本の国内であっても少数のインディーズの会社にとって重要なところが3つあります。那有关于就是日本的独立游戏开发呢、其实有这 三个 point 他觉得是最重要的。 OK。 まず1つ、徹底した少数精鋭での開発をすること。那第一个呢、就是彻底的去执行所谓的少数精英开发。あとはですね、日本という独特の市場をよく理解したゲームのサイクルというものを理解すること。那特別对于第二个就是特別对于日本的市场然后跟一个 cycle 然后非常的就深度的理解之后呢然后 再做发行。あとインディーである以上広告費はあまりかけたくありません。である以上は他のゲームとのコラボレーションというものを認知の拡大にうまく使うということです。那因为呢，身为一个独立开发者，他其实不太想花那个广告的钱太多，所以他就是特别是针对就是合作活动的时候，在这个部分他特别让这个部分大家可以多理解。まずですね、一つ一つもう少し詳しく説明していきたいと思います。那接下来呢，有关于刚刚讲的三个要点，然后再详细的说明一下。まずですね、ドラゴンファングは先ほど12名の会社だと言いましたけども、4名の元セガの仲間と一緒に開発をスタートしています。那其实刚刚讲到就是说社员是12名没有错，但是其实一开始的时候其实是只有4人，就是全部都是セガ的伙伴。ゲーム完成のほぼ7割まで4名で作りました。那有关于游戏的一些开发呢，大概有7成左右的开发其实都是4人完成的。ここで重要なのがですね、一人一人のクリエイターが本当に優秀であるということです。那这边非常重要的一件事情就是四个人他其实都是非常非常优秀的。デザイナーだからデザインしかしない、3D のアーティストだから 3D モデルしか作らない、企画だから企画しかしないということがありません。那基本上呢这四位比如说他因为他是 2D 美术，所以他只做 2D， 3D 美术只做 3D， 或者是企划只做企划，基本上在这个团队里面绝对是没有的。全てのメンバーがデザインにも口を出しますし企画もやります。あとはゲームのチェック QA ですね、というのもすべて全員4人でやります。那这四人的工作呢、就是说包括 2D、3D 这一些工作、其实他就是说所有人都有办法做这些事情。でですね、トイディアなんですけれども、当初会社を作ったばっかりの頃は非常に受託の仕事で儲かっていました。那当时呢、才刚开始的トイディ、其实有关于就是一些 外包的委托啊、其实那个时候其实是非常非常非常繁盛的。この会場の中にもですね、すでにゲーム作りでビジネスをしている方もいらっしゃると思うんですが、クリエイターである以上、必ず悩むポイントが一つあります。那基本上呢、在这边的一些伙伴呢、就是说有关于外包跟自主开发这件事情、其实应该在场各位也有一些烦恼的部分。自分たちが作りたいゲームがあるはずなのに、一度受託の仕事を受けてしまうとなかなかその受託がやめられないというジレンマです。那其实明明想要做自己的游戏，但是如果开始接外包的时候，其实因为外包有稳定的收入，所以其实这个部分就是反而没有办法去拒绝它。そしてですね、例に漏れず立ち上がったばかりのトイディアにも同じような悩みが舞い降ります。那トイディ其实也有一开始也有一样的情况，就是说到底是外包呢，还是说就是自主开发的部分到底要怎么做这样？ある時ですね、国内のとても有名なメーカーから大きな受託仕事が入ってきてしまいました。しかし引き受けてしまうと最低1年以上は新しいゲームが自分たちで作れないという状況になってしまいます。那其实像他们的状况就是说比如说像有一些案件拿进来，然后那个案件就是说可能要外包一年以上，那就这个时候如果说接了的话，那基本上自己的游戏可能就没办法开发了。1年以上っていうとですね、日本国内も当たり前なんですけれども、台湾や中国、アメリカ、
ゲームの市場というものは劇的に進化してしまっていて、流れが速い中で1年半という間、受託の仕事をするということが本当に正解なのかどうかを悩みます。那就是其实像现在在日本的一些案件啊，他们有一些那种就是 外包的开发，其实很多案件都是一年起跳的。那其实，在这种变化这么快的速度的环境下，其实如果说接了一年的外包，那这个到底是对还是不对？其实这个也很烦恼啊。1年以上経った時に自分たちが作りたいものがもうすでに他に作られてしまっている、もしくはその価値がもうなくなってしまっているという状況があり得るからです。所以假设如果接外包一年以上的案子的话，然后可能过了一年之后，这个游戏到底一年之后到底还可不可行？其实也没有人知道。自分たちはなぜリスクを取ってまで起業したのか、自分たちはなぜ4人で集まったのか、そういう本質に対して答えを出す必要があります。那所以在一开始创业开始的时候，就是有关于四个人开始的时候，那他们到底是为了什么而工作的？这个必须要有一个答案。非常に大きなビジネスのお話でしたが、まあ、受託を受けるということをやめてですね、意を決して今からドラゴンファングを作るぞということを、3年前に決めました。那在三年前呢，他们就开始就想说，那我们就是反正先不要做外包了，然后就是先开始专心来做这一款ドラゴンファング这样子。自分たちのオリジナルを作るぞという覚悟が決まれば、次は何を作るかです。那就是已经觉悟，就是说要做自己的 title 的话，然后接下来的问题就是说，好要做什么样的一个游戏？多分ですね、皆さんもクリエイターですので、ゲームを作るときに、じゃあいざとなったら、何を自分は一本作るんだろうっていうものは非常に大きな問題だと思っています。那身为一个开发者呢，可能大家也会知道，就是说，那好，接下来我要开发怎么开发一款就是可能不会后悔的游戏。我々トイディアが考えたのは、最悪この一本でトイディアがゲーム会社として終わってしまっても後悔しない一本は何だということを考えました。那其实他们一开始就很有觉悟，就是说，如果说开发这一款，那可能没有办法继续，但是也不要去后悔这一款这样子，就是把它做好。もともと我々ゲームがすごく好きなので、10本ほど作りたい企画がありました。那其实呢，一开始他们非常非常喜欢做游戏，然后呢，就是其实他们想做的一些游戏企划呢，超过10款以上。ですが本当にチームとして1本しか作れないという状況になったときに3つの選択肢、3つの考えでゲームを選択しました。但是实际上呢，因为我们的成员，然后就是只能从里面开发一款，所以呢，就是从下面的三个要点，然后去选择其中一款出来做开发。クオリティの高いものを作れるようになるため、品質を徹底的に高めるために、4人全員にプレイ体験のあるもの。那基本上呢，就是第一个，就是说有关于这一款游戏呢，必须要彻底的，就是说对于品质要提高，然后有关于为了品质提高呢，就是所有全员就必须要有体验过这一款游戏这样子。その時の日本の市場にまだ出ていないジャンル。那有关于类型呢，就是可能在日本市场现在还没有出过的。あとは遊びとしてユーザー体験が劇的に進化できる余地があるもの、我々が作る価値があるものですね。那有关于游玩这一件事情呢，对于那个使用者体验来说的话，就是还有可以进步空间的部分。シューティングだったりとか格闘ゲームだったりとかゲームは本当にいろいろありますが、そういう観点で見たときに我々が議論したところ、ローウしか残りませんでした。那其实他们去研究过很多很多的类型，像比如说格斗游戏啊，或者是射击游戏，但是其实这个都已经进化到差不多了，所以现在考虑的话，基本上就只有剩下 roguelike 这一个选项。やると決めたらですね、自分たちが得意な作り方というものをまず徹底的に4人でディスカッションします。那已经确定要做了呢，那接下来就是所有的成员就是。特别 擅长的做法，然后就是说这个部分有关于什么做比较擅长的部分，然后所有那个成员内就是共有，然后说要怎么做。たとえ少人数であっても少人数であったとしてもですね、チームビルドというのはすごく難しいものですが、まず全員にプレイ体験があれば、すべての問題というのがあれねっていう一言で済むことがあります。でこれはコミュニケーションコストというものを非常に低くことができる上に、他の人の提案に対して自分が何よりも心で共感しながらゲームを作ることができますので、インディーの開発においては非常に重要だなと思っています。那基本上做游戏就是说，他们全员都有体验过的一个游戏体验。那这个部分就是说全部都有的时候，有没有？就是说他们在沟通上，
的一些成本会比较低，然后就是说，因为我们都知道共同的一个游戏类型，所以他在他就会有共鸣感，然后有共鸣感的话，就是可以一起工作。先ほど4人でゲームを作って何でもやると言ったんですけれども、それぞれやはり得意な武器というものがあります。那虽然刚刚是讲说，就是说，每个人基本上什么都做，但是其实呢，就是其实每个人还是有擅长跟不擅长的地方。まず私はデザイナーなんですが、デザイナー担当、まあ、2名ですね。あとはエンジニアも2名の合計4名なんですけれども、デザイナーはコンセプトアート、みんなの気持ちがぶれないようにコンセプトアートをすぐに仕上げるということをやりました。那其实呢，像他们一开始就是说，他们有两名的程式，然后两名的就是美术。那以他来说是美术，那就是说一开始呢，就是说不要去变更，就是说那个概念尽可能集中，然后把那个概念先做好。次にエンジニアはですね、ローグライクと呼ばれるジャンルで一番難しいダンジョンの自動生成のプログラムというものに挑みました。那基本上像 engineer 的部分，就是最难的部分，就是说要怎么去做关卡的生成系统，这个就是 engineer 的他一个最大的课题。まずコンセプトアートから入ります。那接下来就是讲一下有关于就是概念的一些图这样子。ゲームを作るにあたってですね、7日間まずは期間を決めてひたすらコンセプトの提案をします。那首先呢，一开始就是反正大概七天，就是一周的时间，就是各种概念的提案，就是一直提就对了。ここにはですね、限られた資料しか書いてないんですけれども、もう本当に A4 のノートにですね、1日40枚とか50枚とかこれぐらいのボリュームのものを書いて、ひたすらスタジオの壁に全部貼り付けました。那其实这边可以看到的图其实还蛮少了。当时在作业的情况呢，基本上一天像这样子的图，大概一天就40张、50张这样子，然后在公司的墙壁上一直贴、一直贴、一直贴的。そしてですね、毎日ディスカッションするということが重要でした。那每天呢、就是互相这样子沟通聊天、这是一个最重要的事情。で、たくさんのバリエーションを書く中で、予定通り7日目の夜にですね、自分たちが作るであろうRPG の主人公というもののゴールが見えてきました。那就是自己想做的游戏，就是在这七天里面一直沟通、一直沟通、然后呢、到七天的时候、终于就是达到一个终点这样。この中でキャラクターデザインをやっている方もいらっしゃると思うんですけれども、先ほどお話をした自分たちが作るゲームに対してゲーム体験があるということは非常に重要です。那就是在场可能也有就是有关于 2D 美术啊，然后就是说有关于做游戏这件事情，就是自己有体验过的游戏，这一点是非常重要的。なぜならゲーム体験があれば、まずキャラクターの頭身は高い方がいいのか、それともディフォルメされたものがいいのか、UI にはどのくらいのものが必要なのかという最低限のですね、作らなければならない情報量というものが、まあ、使用書がなかったとしても、もうそれぞれの4人の中に頭に思い浮かぶんですね。那就是为什么有该种类型的游戏体验很重要呢？是因为好了，就是说一开始可能都还没有企划书、什么规格书，可能都还没有定。但是呢，就是在做这一款的时候。然后你脑袋里面就可以知道说，哎，那个角色有多高，有多矮，那甚至他应该是要什么样的风格，然后他可能在脑袋里面就有一个印象会出来这样子。使用書などを待たずに、作ったクリエイティブが全てを牽引する、そういう形がインディーズには必要だと思っています。那不等企划书出来，然后马上先做看，他觉得这个对开发者来说是很重要的。でローグと呼ばれるゲームはですね、登場人物が少なくて済むゲームです。で主人公の他にユーザーを導いてくれるガイド役の妖精さんという女性のキャラクターが少し難航しました。那有关于 roguelike 这一款游戏呢，基本上它是一个 2D 的。然后就是说一开始他们在做的时候，特别是美术设定，然后其实有一个就是一个盖德的一个角色，一个角色，它其实有关于就是这个妖精，它一开始是设计这个妖精，然后其实这个部分的设计其实非常非常的遇到很多困难。こちらも主人公と同じようにですね、ひたすらバリエーションを出して壁に貼り続けます。那有关于这个妖精呢，其实在七天里面，他也是一直在画，然后就是反正就是画完之后就是一直贴在公司的墙壁上就对了。頭身やですね、服装なども本当にいろいろな種類を描きました。おそらく記憶なんですけれども、大体100種類以上は描いたと思います。那有关于服装的部分呢、就是。他现在其实不记得不是很清楚，但是那个时候光是为了这只妖精的服装，可能就大概画了100种以上。
台湾の方々も可愛いものは、多分好きだと思うんですけれども、日本の市場においてもやはりそのユーザーの皆さんの愛情を受けるですね、可愛らしいキャラクターというのは非常に品質が求められます。那可能在台湾呢，基本上大家也比较能接受这种就是比较可爱的角色。那其实，在日本的情况呢，他非常非常的要求这个角色一定要很可爱，就是他要特别还有要求这种品质的部分要很好。こちらもですね非常に厳しいスケジュールだったんですけれども、7日目にはちゃんとゴールが見えました。那其实，在七天呢，其实这个 schedule 是非常非常的非常非常非常的困难的，但是就是总之还是有达到终点的。でデザインの方以外にだ、エンジニアはですねダンジョンの制作を進めてるんですが、キャラクターだけではなくて当然ですねデザイナーは同時に、ホーム画面だったりとか世界観の絵も描いています。那基本上呢就是一开始的作业就是有关于工程师程式这个部分呢，那当然就是要做怎么做一些关卡的自动生成，他们正在努力中。那美术这边呢，基本上就是像画这些，比如说一开始的画面啊，然后这个画面要怎么表示啊，就是开始这个部分也开始在 start 这样。ユーザーの分身である主人公、あとユーザーを包み込む世界観の2つに関して、絵的にこれなら。みんなに愛してもらえる。自分たちもモチベーション高く持って最後まで走り切れるという確信が得られたところで、一応一つのゴールになります。那就是这个画在做的时候，就是说大家可以接受，而且呢，觉得可以喜欢，而且这个画就是有可以看到世界观，然后大家可以做到终点，然后就是要取得这个共识跟确信这样。我々が14日間かけて、まあ、背景美術だったりとかキャラクターとかを描いている間にエンジニアもですね14日間の間で、最も難しいと呼ばれているローグライクな、ダンジョンの自動生成部分というのを、作り上げてくれました。那在美術進行所謂的就是設計跟一些繪畫的時候呢，那工程師這個部分就是基本上他花了14天左右的時間，然後就是在做 Roguelike 裡面被認為最困難的部分，就是有關於自動生成這個部分。この間ですね、仕様書のようなものはありません。基本的に毎日のディスカッションの中で、自分たちの疑問や問題点というものを共有して、もう1時間も経たずに答えを出して開発を繰り返します。那基本上他们这个部分呢，就是说，因为一开始他们是这个部分是没有企划书的，然后那怎么做呢？就是说每天就是一直交谈，然后觉得有疑问的地方就赶快提出，然后用这种方法，然后就是不断的开发。この時点で自分たちが脳内で描いている最終的なゴールの60点が出せるかどうかというのが非常に重要だなと思っています。那就是在开发的时候呢，就是大家出了那些主意啊，大概可以完成有大概可以完成一个比例以上，这一件事情其实是非常重要的，就觉得说自己可以完成那个比例以上。デザインは愛せると、ゲームを触ってみたら、実際に動かしてみたら想像以上にローグらしいと。で全員のゴール感にブレがないから無でもない状況っていうのが作れます。那就是基本上就是美术也非常的喜欢，然后游戏呢就是玩一下就是非常非常的像 roguelike， 然后呢全员呢就是说这个应该是 OK 的，然后就是说反正不要没有特别的一些浪费这样。ゲーム作りにおいて本当に何よりも重要なのが他の人がですね熱狂するのではなくて自分自身が熱狂してゲームが開発できることです。那其实呢，有关于游戏开发最重要的一件事情，其实不是他人，而是自己有没有这个热情，这是非常重要的。で、自分たちが作ったものを見てみてですね、実際に動かしてみて、これはやれると確信をします。那就是自己玩过，然后自己去确认过，那就是说这个 OK， 有这个自信的话，然后就这个就 OK 了。でですね、ゲーム的に仕上げられるぞというふうに確信を得たところで、人員を6名に増強して開発を継続します。那就是已经确定说，就是大家觉得说这款这样子的原型是 OK 的情况下，然后就是说大家就觉得说需要人就需要增加了，需要再扩大开发。このタイミングで考えなければいけないのは、物量を増やすシーケンスにこれから必ず入っていきますので、専任の企画の人間とあとはエンジニアを増やしたということです。那在这个阶段呢，基本上就是要怎么去增加你的内容的部分。那其实这个部分他们的状况就是说，可能就是要增加一个就是有关于工程师的部分。对。そしてですね、その後2ヶ月ぐらいをかけて順調に開発を進めます。那接下来呢，就是大概花了2个月左右开发呢，其实非常非常的顺利。
全てのですねゲームシーケンスに関して動かないものはないという状況をまず叩き台として2ヶ月で作りました。那就是基本上就是没有，就是在两个月的开发就是没有不能动的地方，就是基本上这个全部确定都可以动，然后就是大概两个月的时间做到这样的程度。ここはアーティストのこだわりの部分だと思うんですけれども、実際にこの状態でですね、ゲームの画面はすべて動きましたし、クリエイティブに関しても、まあ、ゲーム雑誌とかからは褒めていただけましたが、自分たちは全然納得してないというような状況でした。那其实呢，这个部分就是其实是美术的一个特别，他觉得很重要的地方，就是说这个部分就是全部都可以动，然后跟游戏杂志在宣传的时候，他就是说还有很多需要做的。後ほど詳しくご説明しますが、注目してほしいのはこれは横画面のゲームとしてここまで作ってきたというところです。那等一下还会再说明，那这个部分呢其实大家可以一开始可以注意的就是说你可以看到这个画面其实大部分都是横版的。对ですね、2ヶ月かけてあそこまで のゲームを作ったので、我々順調かと思いきやですね、大問題が発生します。那这两个月的开发呢，非常非常非常的顺利，然后呢，就接下来可能也会很顺利，但是当想到这边的时候，其实突然就问题就发生了。まず配信前にですね、我々が掲げている少人数でクオリティの高いゲームを作る、生み出すということに共感してですね、日本の人気のゲーム雑誌などが記事としていろいろ紹介をしてくれたりとかしました。でその中でゲーム雑誌に掲載されることで事前予約などというサービスも始まって、多くの事前予約を集めることがすでにできてしまっていました。那其实在这个时候呢，因为就是游戏杂志就是有开始已经写一些记事了，然后就是已经开始有在宣传，然后大家都有在注目了。然后呢，这个时候其实游戏杂志的部分就是说已经都开始要准备做一些什么事前预约呀、啊，对，事前登录这样子。そして非常に重要なことなんですけれども、我々のドラゴンファングというのはこの時点まで作っていたところでは、売り切りタイプの、ゲームとして開発をずっと続けていました。那到这个时机点呢，基本上他们一开始的设定是这一款ドラゴンファング，它基本上是做 pay once 的一些，就是单次买断的一种商业模式。先ほど見ていただいた画面から2ヶ月後にはおそらくゲームが出せるだろうと自分たちが確信していた時点で、日本のスマホ業界が大きく変わります。那其实在那个时机点呢，他原本就是说可能再过两个月左右应该是可以把这款游戏做完，然后大家觉得就是说那个 timing 已经可以看到了，但是这个时候呢，其实日本的一个手机游戏业界开始有大规模的变动。多分台湾とか中国とかどこの国もそうだと思うんですけれども、ゲーム市場においては初期、あと中期、後期、大きく3つに分かれると思っています。那这个有关于市场的部分呢，可能在台湾也是一样，就是说其实一款一个产业，它其实有初期、中期跟后期，就是有三个阶段这样子。初期というのは本当に少人数で自由なゲーム作りがまだ許される、チャレンジが許される状況です。那在初期的部分呢，基本上就是小人数的开发，这个部分还可以被允许。中期になりますと、初期の頃から成功事例が出てきて、開発力を持った中規模もしくは大規模の企業というものが参入し始めます。那开始到了中期之后呢，其实已经有开始一些成功的范例都已经出来了，然后就是开始就是有关于大公司大企业就是开始进来，然后那个规模也都渐渐的在扩大。そして後期になりますと、もう完全に大型タイトルや開発規模が10人から100人などと、もしくは開発のお金がですね、1億、2億、3億、10億などというように非常に大きな会社しか規模の大きいゲームが作れない状況というふうになります。那其实到了后期呢，基本上当大型的公司全部都进来之后，然后开发的规模开始从10人、20人、30人甚至到100人，然后呢，开发的规模资金也，它有时候1亿、2亿、3亿日币，甚至到10亿日币。那这个时候呢，基本上开发的费用就是非常非常非常昂贵。我々のドラゴンファングもですね、ちょうど日本の市場が初期から中期に市場が激変するタイミングというものを肌で感じました。那在这个时候呢，就是说我们他们开发了一个ドラゴンファング，就刚好是在初期到中期这段时间的这个 timing， 然后他们有感觉到这个变化开始非常非常剧烈。日本市場において発表される他のゲーム会社が作ったゲームタイトルのボリュームやクオリティなどを見るとですね、質が一気に高くなっている。このままドラゴンファンを今のままで2ヶ月後にリリースして、果たしてビジネスとして成り立つのかどうかという悩みが発生します。
那在那个时期点呢，其实基本上他们看了很多其他的公司的一些作品，那个时候开始进出的一些作品啊，然后那个品质 一口气突然提升了很多很多，所以那个时候他们就在想说，那如果这一款游戏就这样子出了的话，那它的商业模式到底有没有问题？就是他们非常烦，他们这个部分非常的烦恼。当時の状況をですね、改めて振り返ってみたいと思います。これを昨日ですね、夜中の朝の4時ぐらいに改めて文章にしたところですね、非常に辛い思い出がいろいろと思い浮かびまして、ちょっと泣きそうになりました。那这个部分呢，其实他昨天在差不多凌晨四点的时候，他其实还在这边改那个稿子，到底要怎么讲。然后这个部分呢，其实他四点的时候他已经写到快要哭了。3つをまとめるんですけれども、当初の予定通りですね、ゲームはほぼ完成に近づいていたと。であとは QA しつつ、クオリティアップを自分たちが気が済むまで限られた期間の中でやればゲームが配信できると状況になっていました。那当时呢，其实当时的开发状况其实是这样子，就是说在被允许的时间以内，然后就是反正团队就是一直冲那个品质就对了，然后冲，然后冲到最后就是反正到最后时间的最后，然后反正就是让它可以发行这样。あとは自分たちが好きな時にリリースすればいい、やめればいいというだけではなくて、日本のゲーム雑誌などが取り上げてくれたおかげで、すでにユーザーがですね、事前予約という形で多く集まっている状況が生まれてしまっていました。那当时的状况其实是因为像游戏杂志，然后跟游戏媒体啊，都已经开始报道了。然后报道完之后，其实他们事前登录的名额啊，然后其实都已经很确定了，就是说而且是非常大的那个玩家。然后所以那个时候有没有就是他的那个公开的时间，其实都已经确定了。おそらくなんですけれども、私が昔勤めていたマイクロソフトだったりとかセガだったりという企業であれば、ここまでできてしまっているものをリリースしないという選択肢は絶対にありえません。那就是其实像以前他待的公司啊，就是说如果在这样的情况下有没有，那就是说如果不发的话，那其实基本上这种事情在以往绝对是不可能的。しかしですね、日本の市場の中で2ヶ月後に必ず今のドラゴンファングのままでは他のクオリティの高いゲームにリリースした後で埋もれてしまうということも自分の中では分かっていました。那但是呢，在那个时候呢，其实他想了很多，就是说，其实跟当时其他的公司的一些游戏的品质来比的话，如果就这样子出了的话，那一定会有问题的。インディーである以上サラリーマンではないので、本当に自分たちが苦労して作ってきた、毎日毎日作ってきたゲームというものがただ一度きりのチャンスです。那其实呢，身为一个独立开发者呢，其实他非常清楚的就是说，其实身为一个独立开发者，他并不是一个商人。那对于一个独立开发者来说，其实快开发游戏这种事情，其实就只有一次的机会。チームの中にはですね、出してみなければわからないというメンバーもいましたが、基本的に私の方がですね、最終的に悩んだ挙句に、このまま出してしまうことは、我々が作ってきたドラゴンファングというものを短期間でゲームの中で、ゲーム市場の中で埋もれさせることになるというふうに決断をしました。那其实在团队里面呢，也有觉得说，那就是反正就是这样子出看啦、啊。然后，但是他又觉得说，最后他又觉得说，这个部分这样子可能还是要多多考虑一下，因为他觉得说这个这样子出的话其实是不太行的，他就做了这样的决断。おそらくですね、クリエイターである皆さんこの場にいる、同じ気持ちになったことがあると思うんですが、ゲームを完成させるだけでも非常に難しいです。それを超えて完成が分かっているのにもかかわらず、2ヶ月後にですね、出すべきか出さざるべきか、出してはいけないのか、それを自分たちで決めなければいけない、その責任もゲームクリエイターが負わなければいけない部分です。那其实在场呢，就是应该也有很多的开发者。那其实像比如说，好，现在已经确定两个月后要发行了。那但是两个月后，这个品质到底能发呢，或者是不能发呢？要发呢，还是不要发呢？应该大家也有这样子的烦恼过。最終的にですね、結論としては、日本の市場を考えて配信を延期、内容も全員で見直すことにしました。那他们最后做出来的结论呢，就是说最后发行的时间就直接就延期了，然后呢，所有的内容全部都重做。自分たちの人生をかけてゲームを作っています。今出すリリースのタイミングで最高のローグというものが出せなければ、そもそもインディーでゲームを作る価値がありません。那基本上，因为这个是赌上自己的人生做的一款游戏，所以说呢，他们会觉得说，如果说不做出最好的 roguelike 的话，那这样子出其实是没什么意义的。日本市場がですね、劇的に変化していく中で、ではどういう内容であれば
ゲーム我々がゲームとしてリリースした時にも他のタイトル他の大企業が作るようなタイトルに埋もれずに勝負できるのかそれをですね6つのポイントまでまとめました。那在那个时候呢他们就在开始考虑就说那如果说要出的话那要怎么去跟现在的游戏一些市场的潮流他们一些游戏跟特别是像那些大公司啊他们要怎么去跟他做胜负那他归纳了出6点出来。先ほど画面も見ていただきましたが、今までは横画面でゲームを作っていました。それをですね、縦持ちの画面、横から縦にゲームを作り直しました。那有关于第一点呢，特别是他们一开始做的是横版的游戏嘛，然后说这个部分呢，因为日本市场的一个关系，所以他所有把横版的游戏的要素全部都修成直的。ちなみにこの会場の中で日本に遊びに行ったことがある方はどれぐらいいますか？ちょっと挙手をお願いします。那在场的各位有去日本玩过的，请举一下手嘛，就是有去日本有就是出差啊，或者是玩过的，有大概多少人？谢谢。谢谢。ですね、まだまだ少ないと思うんですけれども、日本の国というのは非常に独特でして、学生もですね、サラリーマンも満員電車というですね、非常に電車の中に毎日毎日ぎゅうぎゅう詰めになってですね非常にこう人口密度が高いのでこう片手でつり革に捕まって片手でゲームをやるという文化が非常に発達してます。那可能在场去过日本的可能 比例还不算太多，那有去过的应该就会知道说其实在日本的市场里面特别是像很多的是学生啊或者是上班族啊他们很多人就是在通勤的时候，特别是像电车里面，然后你知道电车里面很挤，就是他每天就是在那边挤沙丁鱼啊。然后因为有这样子的一个文化背景存在，所以那个时候就是说他们大家在玩游戏的时候，基本上都是一手吊着那个吊环，然后就是另外一手拿着手机，就在那边滑滑滑滑这样。スマートフォンでゲームを出す以上は、会社に行く前、もしくは、彼女と遊びに行く、友達と遊びに行く、その移動の途中に気軽に常に毎日遊んでもらえるゲームにならなければ市場の中で勝てません。那基本上呢，就是因为这样子的环境，比如说好，先可能是一个上班族，他可能要去上班之前啊，然后他就是先玩一下，或者说等人啊，就是稍微先玩一下。那在这样子的环境下呢，如果不把画面做成直的，那可能接下来的胜负就不会赢。次にですね、バーチャルスティックとあとタッチで攻撃などだったんですけれども、そういう UI をすべて廃止して、完全にタッチ操作でタッチで移動する、タッチで攻撃をするという感じの、タッチ系のゲームに、作り直しました。那因为这样子的一个环境底下呢，他在三番目。那因为就是在这样子的一个环境底下，他基本上就是所有的操作啊。他特别把它全部都改成说，基本上只要是点击就可以移动，然后点击就可以做事情，就是因为这样子的环境底下，所以做成了这样子的一个形式。那因为他只能单手操作，所以他尽量全部都做成点击。画面の UI からですね、タッチ操作に切り替えることで、極力ボタンを廃止することに成功しまして、タッチ操作に最適な UI というものを急遽リデザインしました。那 UI 呢，也所有。包括一些按钮啊 ，button 全部都把它废弃掉，就是说尽可能把它废弃掉。然后所有东西，特别是操作的部分啊，就是变更成，特别是对点击这件事情最适合的 UI。またすごく重要なところなんですけれども、縦持ちにすることによって、マップの自動生成システムなどというものも根幹から作り直す必要が出てきました。那特别是因为就是要直立式这样子做点击的关系，然后当时的一些地图的自动生成啊。因为自动生成当时是用横式的，所以它改成直式之后，包括所有生成的规则，全部都从底开始全部重做。我々のゲームはですね、ドラゴンファングというゲームは、チェスのようなゲームだというふうに先ほどお話ししたと思うんですけれども、縦画面の中に、表示されるチェスの盤面のコマの数というものと、縦画面の中に、ユーザーに表示される盤面のコマの数というものが全然違うんですね。那有关于格子的部分呢，因为刚刚有讲到，就是说《Dragon Fang》这一款游戏基本上是一个 roguelike 的游戏，然后它就是像那个棋子在移动格子一样。那基本上呢，就是你今天如果它这款游戏它如果是横的，然后改成直的，你会知道一件事情，就是说那个画面里面的格子基本上它的排字跟整个做法会整个全部都不一样。同じようにですね、横から縦に変えることで、ユーザーに提供される情報というのが大きく変わります。那比如说好，今天游戏要把横版改成直版，那这件事情呢，基本上玩家他在体验这款游戏的时候，其实里面的情报，就是他一些资讯的话，会跟横版的状况会差了非常多。
例えば横持ちの場合には自分の周囲1マスに対して全てを攻撃するというキャラクターが例えば強いという状況があったとしてもですね、縦持ちに変えた時点で自分の目の前直線3マスまでに対して攻撃をするキャラクターが強いなどというように、そもそもゲームバランス自体大きく変わってしまうんですね。那大家可以想象一下，就是说横板好，假设今天横板，然后你今天前面有个敌人，那那个敌人可能距离你，比如说好，他一个很强的敌人出现在你前面，然后你先拿横的，他可能前面你可能只有判读到两三格而已，但是当你拿直的，可能你前面更远的距离就可以看到那个很强的敌人，那基本上这种战略跟整个思考会差得非常非常多。こちらに関しても大きく作り直しをしました。那有关于这个部分呢，其实他非常做了非常非常大的变更。多くのユーザーからですね、配信を延期をしたことで、苦情のメールなどもいただきましたが、その苦しい中で一本丸々作り直すようなそれ以上の苦労をしたかもしれません。それでも、OK。那就是当时的状况呢，其实就是他们在开发的时候有没有？因为其实都已经事前登录预约都已经做了，但是就是说，因为要延期，然后延期的时候就是开始很多的抱怨信啊，然后就是开始一直疯狂寄信过来，但是他们又延期整个重做，就是在那个情况下他们在做的。この時期がクリエイターとしては、皆さんもお分かりだと思うんですけど、非常に辛くてですね。何か大きな問題が当たった時に、あの時昔の横画面のままでリリースしておけば何かいいことがあったんじゃないかっていうことをみんなが心のどっかで思うようになったりします。那当时在那个情况就是说那个抱怨信，因为延期的抱怨信一直寄来，然后他们又开始在那边把横版的画面修成直版，然后就开始在那边想说那我横版出了就好了啊，横版出了可能就大概这样子也会 OK 啊。作ってる最中に必ず不安になるタイミングはあります。でもクリエイターにとって重要なのは本当に一度これでやると決めたターゲットに対して作り切るところまでそういう不安の気持ちっていうのを自分で押し殺して作り切るところだと思います。那其实在开发的时候，就是大家可能都有这样子的烦恼，就是那最重要一件事情就是说，你在开发的时候，不管怎么辛苦，那就是说这个部分就是想办法把它压抑下来，然后就是想办法把它做到最好这样。そしてですね、4ヶ月間の配信延期を経て、無事にドラゴンファングというタイトルは日本でリリースができました。那结果后来呢，就是延期了四个月，然后延期四个月之后，这一款游戏还是终于正式的发行了。でここでですね、本来時間があれば、ゲームメディア向けに配ったですね、横画面から縦画面になる記念のムービーとかお知らせを見ていただこうと思ったんですが、時間がありませんので、ちょっとムービーは省かせてください。那因为原本如果说有时间的话呢，这个部分就是有关于一些影片，就是说由横的改直的这个部分，其实想要播放一下的。那可能因为时间不太够，那这个部分的纪念的影片就没有播放了。これはメディアに向けて打ったニュースリリースの画面の一部の抜粋になるんですけれども、見ていただければ分かるように横画面から完全に縦画面になりました。あと操作がすべてタッチになったことによって、バーチャルスティックだったりとかボタンというものが一切 UI からなくなって美しいデザインになっています。那这边大家可以看到，因为其实这个是游戏杂志当时记录下来，就是说从横版然后改成直版之后的一些变更，那包括有一些按钮啊，全部就是从改成直版之后，这些按钮就全部消失掉了。で、6人でですね、ここまでゲームを作ってリリースしたところで、いよいよドラゴンファングは売り切りではなくてですね、運営ありきのゲームとして出すというところが重要な点です。那在这个阶段呢，基本上就是说他们决定的就是说基本上不是买断制，然后那个时候就是说用运营的方式来进行。非常に重要な点としまして、もともと売り切りで作ろうと思っていたタイトルを4ヶ月間延期して日本の市場に合わせて作り直すと決めた時点で、売り切りモデルをやめてですね、ユーザーのみんなと一緒にゲームを育てる運営ありきのゲームという方向に大きく変わりました。那在当时那个状况呢，就是决定不要做买断制的，然后就是说配合现在市场的一个状况，然后就是说整个强行修改成就是跟玩家要做交流、要做运营的一款游戏。日本の国内でもですね、非常に有名な話なんですが、ここまで大きな仕様変更をしてですね、配信をするというのは、おそらく日本でもトイディアだけだったと思います。那在日本国内，其实这件事情也非常有名，就是说在发行之前，然后整个。全部重改这件事情，大概也只有他们公司有发生过这样的事情。そしてですね、6名で開発をして、残り6名、サーバーの管理だったりとか、運営のイベントを作ったりとかっていう6名を加えて、現在では12名でドラゴンファングを開発と運営を続けている状況です。
那后来的实际上的状况呢，就是说其中有六名还是持续的开发，然后另外的六名呢，就是包括一些 server 的部分啊，然后跟一些宣传的部分，然后就切成六名六名这样子的状况继续进行。で現状のドラゴンファングがどういうボリュームになっているかというご説明です。那接下来呢，说明一下，就是说ドラゴンファング这一款游戏大概有多少内容？この2年間の運営の間にですね、最初ですね、20ダンジョンしかなかったダンジョン数がまず運営で150ダンジョンになりました。那一开始呢，其实大概只有20到30左右，然后呢，就是因应的营运啊，然后就是说后来增加到150关。皆さんも楽しんでらっしゃる他のゲームにもあるように、運営ありきのゲームですので、イベントというものを定期的に開催していますが、それもですね、2つしかなかったんですけれども、今現状は90までイベントを定期的に開催しています。那为了让玩家就是可以体验可以比较高兴、啊、然后就是说像日本就很多他们就提供那个 event 这样子、那 event 的数量也达到了90。そしてですね、ドラゴンファングの特徴なんですけれども、キャラクターの育成要素、RPG 要素が多いんですけれども、当初50体しかモンスターがいなかったところが、現状で600体まで増えています。那有关于就是角色啊，包括一些怪物的部分，那其实一开始的部分，因为其实洛格艾克的种类就是为了让玩家可以好好的体验，所以一开始他们其实大概只有50种角色，到最后现在扩充到600种角色。トイリアの特徴としまして、クオリティを自分たちで担保したいというところがありますので、基本的には運営2年経ってもですね、アーティスト3名で全てのデザインを賄っています。那基本上呢，就是所有トイリティ它的一些品质是自己控制的，然后就是说到现在呢，基本上美术就是3名。次にですね、日本のあの市場サイクルというものを理解して配信運営をしていく重要性についてお話をします。那接下来呢，就是稍微说一下，就是有关于日本的市场，然后就是好好的理解，然后就是要怎么去做发行这件事情。まずそもそも日本市場がどういうものか。すみません、ちょっと私が使ってる PC の方にトラブルが出たようです。就是不好意思、那个他在用的电脑可能稍微有一些问题、现在在重新启动中。ですね、ちょっと笑い話なんです。Windows の更新がかかりました。那现在就是这台正在 Windows 更新中。いや、ちょっと Windows 嫌いになってしまいますね、こういうことでは。那就是他也觉得非常讨厌 Windows。ですね、このプレゼンテーションはこちらに同じ資料の日本語版、こちらに英語版を表示しているんですね。那因为这次的演讲呢，其实这个部分是日本语他自己看，然后这个部分是英文直接投影出来的。ちょっと寝不足の中でですね、英語の資料だけでどういうプレゼンテーションがちゃんと組み立てられるか自信が少しないんですが、ちょっとこちらの方だけで頑張ります。那因为这个部分可能只有英文，那他比较没有自信，那用这个部分就继续努力这样。はい。まず日本のマーケットなんですけれども、日本だけの市場で、これだけの売り上げが立つ市場になっています。那这个部分呢，就是有关于那个营业额呢，那基本上就是大概就是这个规模这样子。こちらの情報に関しては私はこういう KPI とかを分析する専門家ではないので、もしご興味がある場合にはちゃんと自分で調べてみたりもしてください。那因为这个数字呢，基本上它并不是用自己就是 KPI 然后做好好的分析。那这个部分如果有兴趣的话，可以自己稍微查一下这样。日本の市場としましては iOS と Android が見事にきれいに半々の市場です。那有关于在日本的市场的部分，就是其实在日本的市场大概的状况就是 iOS 跟 Android 大概一半一半这样子。2014年から2015年までの成長率が著しくてですね、2015年から2016年にかけてはさすが 25% という伸び率は記録はしていません。那就是有关于成长数啊，但其实在2014年到2015年，他是说大概还没有到 25% 左右，大概就是接近这样。そしてですね、日本人の特性を表しているのか分かりませんが、日本という国は独特で、大体トップ10ですね、売上ランキングトップ10の収益が日本全体の収益の半分以上を占めているという非常に固定化された市場になっています。那有关于日本市场呢，它有一个非常特殊的点，就是在于说，基本上前十名的游戏大概占了50%左右的营收收入。そして大きな特徴としまして、RPG が好まれる傾向があります。
那特别是这十名里面看呢，特别是有关于 RPG 这个分类，他们其实是非常喜欢的。ほぼトップ10がですね、売上の 50% を占めるのに加えて、大体グロスの売上ランキングというものがですね、上位80位というものがあまり変わりません。而且呢，在这样子的情况下，特别是他们市场的一个排名啊，基本上前80名大概几乎都没有什么变动。これはですね、アジアの国々、台湾だったりとか、香港だったりとか、中国と比べて大きく違うかなと思うところなんですけども、特徴としまして、日本人は一度気に入ったゲームというのはですね、平気で2年、3年と遊び続けたりすることが多いです。那可能这个部分呢，跟台湾啊，或者是香港，或者是跟中国，可能有一点不太一样，就是说，基本上日本这个市场啊，只要是说他喜欢的游戏，他可能甚至这款游戏一玩就是玩2年啊、3年这样子，持续率非常高。ですね、Windows のアップデートがかかりました。现在这 Windows 的更新终于重开了。日本市場の中では海外から輸入されるゲームの成功例というのはなかなかなかったんですけども、つい先日ですね、セブンナイツという韓国のゲームですかね。そうです。あれはもう非常に日本の国内でも成功しました。なので、もし日本の市場を攻めたいなと思ってらっしゃる方がこの中にいたらですね、セブンナイツの日本語版のローカライズ、カルチャライズがどのようなものかというのを参考にされると非常によろしいかなと思います。那特别是像最近呢，有一款韩国的游戏就是《七骑士》啊，《七骑士》这一款游戏它是很少数有攻入日本市场的。那如果说就是对于日本市场有兴趣的人呢，就是可以参考一下他们的一些文化在地化，然后还有一些图像跟文字的，他们是怎么做在地化的。でちょっとこれは先ほどあの口頭でご説明したお話となります。日本の市場においては初期、中期。後期っていうののサイクルを大きく繰り返しているという表になります。那这个部分呢是刚刚大概稍微有提到，就是说其实一个游戏市场就是有分初期、中期、后期、三期这样子。かいつまんで説明しますと、初期の頃はインディーズが好きなようにゲームを作って、まあ多産多死、まあ多く作って多く会社が潰れるというインディーズのチャレンジの時代です。那最初期的时候呢，就是大家可能会比较知道，就是说很多的独立游戏开发者，然后他们可能成立公司，然后可能很多公司都倒了，那就是大概是在这样子的一个状况。中期の頃になりますと、初期の頃に挑んだチャレンジャーの中から成功事例などが生まれ始めて、ビジネスモデルとして収益性というものが誰の目でも見ても明らかになり始めます。那到了中期之后呢，就是开始有一些成功的事例，有一些公司就开始出现，瞬间成长了。然后呢，这个时机点之后呢，就是开始那个市场就开始有变化了。非常に難しいところなんですけれども、市場を分析するにあたって、この中期というものが大企業がインディーの世界とかゲーム配信において一気になだれ込んでくる時代ですので、ここが一番難しいタイミングです。那在这个部分呢，可能就是在分析上可能会有点困难。那基本上在这个时期呢，你会看到很多的大公司，然后他就是突然就是做了一些品质比较高的东西，然后突然就一口气就全部都进来了。後ほど資料でも1ページ割いてるんですけれども、ちょうどトイディアが先ほどまでお話ししたように、我々の作った横持ちのゲームをこのまま出していいのかいけないのかを悩むタイミングが初期から中期にかけての変わる時期でした。那就是刚刚可能也有提到，就是说，其实他们的游戏是在初期到中期这个切换点的时候是进去的，然后在那个时候就是说，就是刚好就是在那个游戏要转职，然后就是要怎么发，然后那个时候就是刚好正在烦恼的时候。そして今日本の市場は完全に後期3番になっています。那基本上呢，现在的日本市场已经都是完全都是后期了。大企業はですね、まあ皆さんもご存知の通り、コナミ。ナムコ、バンダイ、スクエアエニックス、そうそうたる会社がスマートフォンのゲームというものに自分たちの資金力と人材力と技術力と IP 力すべてをぶち込んで、ゲームをたくさん出しているような市場になっています。那就是有关于日本的大公司呢，因为现在是后期，那就可能大家都有听过像 Konami 啊、ナムコ啊这些公司，然后就是开始就是他砸了很多钱，然后很多的人，然后就是不断的在做这些游戏这样子。だからこそ、インディーズ、まあ我々トイディアもそうですけれども、インディーズのような小さいデベロッパーだったりとか、ゲームを作る開発会社が生き残るためには、自分たちの信念、ポリシー、作りたいものっていうものがどういうものなのかに対して徹底的にこだわる必要があります。那为了就是为了在这样的市场可以存活下来，所以包括像他们トイディ，他就是为了这个部分，特别是他是他们自己的信念，然后跟自己的政策，然后一定要彻底的去执行。まあ、先ほど口頭でもお話ししましたが、その初期、中期、後期、2016年完全に後期になりますが、ドラゴンファンゴをリリースするのかしないのか悩んだのはちょうどその
初期と中期の間でしたね。那就是刚刚讲的，就是说，哎，要到底要发行啊，还是不发行啊？这是在烦恼的那个时期，刚好就是在就是中就是初期到中中期的那个之间。今からですね、振り返れば、2年前のお話になるんですけれども、2年前あの判断をしてですね、自分たちが出来上がってるものっていうのを一回止めて、大きく作り直した判断というのが正しかったか正しくなかったかというのは今わかります。那当时呢，就是说，哎。整个全部重改，然后正好在刚好在那个时候，整个全部重改，然后就是说，现在因为现在回顾的话，大概是两年前的事情。那这件事情到底是正确还是不正确呢？现在大概也大概知道了。現在ですね、2016年の中市場の中で、大手のゲームばかりがランキングに入っている中で、トイディアのドラゴンファングが未だにダウンロード数が伸びているということは、我々が選んだあの苦しい決断というのは間違っていなかったというふうに思っています。那其实，在现在层层收起的时候，就是已经所有大公司，他们就是已经都是砸了很多钱，然后特别是在做很大的开发。但是退迪是这一款《Dragon Fang》它的成长还是那个下载数还有在继续，他会觉得说这当时的决断是正确的。クリエイターとして最も皆さんにお話できて嬉しいのは、そういう苦しい状況っていうものをですね、選んで自分たちが乗り越えてくる価値というものはクリエイターにとって非常に重要だということが、私の口から信念を持ってお話できることです。那其实他也常常跟一些开发者在聊天啊，他就觉得说最重要的一个点就是说你要怎么在那个很困难的状况里面怎么去跨过它，他觉得说这个对于一个开发者来说是非常重要的信念。そしてですね、運営ありきのゲームの場合にはどういうふうにダウンロード数を伸ばすのかというところで、運営する側の作り手である我々にストーリーを考える、センスが必要になります。那因为是一个营运的游戏呢，所以就是说要怎么去营运，然后怎么去做这件事情，他们就是需要有一些センス这样。皆さんも考えてほしいんですけども、自分が作りたいゲームを作って、それから運営が始まる場合にどうやってそのタイトルを成長させていけばいいのか、どういうストーリーを描けばいいのか。どういうステップを踏めばいいのか、どこまで考えるべきかっていうものを初期にかなりイメージする必要があります。那因为呢，就是要发行要营运，所以呢，接下来的一些就是思考，比如说好，接下来你要怎么去推啊，然后你要怎么去营运，然后甚至你要怎么去做更新，这件事情就是需要有一些想象跟一些规划。トイディアですかね。トイディアの場合にはそれをパッケージという言葉で言い表したセットで考えるようにしています。那以トイディ来说呢，他们的做法就是说，他把一个时间当做一个 package 这样子，就是一包，然后他把那个时间里面一包一包的这样子的考虑。それぞれのパッケージがどういうふうに構成されているかと言いますと、それぞれのパッケージは3つの構成要素で成り立っています。那基本上呢，所有的 package 就是一包一包的，里面它有三个要素构成。まず一つ黄色い部分ですが、ゲームの新しい新機能をどん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 追加していくということです。那特别是像黄色的部分，就是有关于 新的功能、新机能，这个要追加什么东西？次緑の部分ですけど、コラボレーションをうまく活用してセットにするということです。那有关于绿色的部分，就是所谓的合作活动。次にですね、日本のゲームメディア、雑誌、ウェブなどに対する情報というものを我々がコントロールするということです。那红色的这个部分就是所谓的游戏媒体。然后就是说要怎么去跟他们去沟通，或者甚至把资讯丢出去，那这个就是他们会控制。で、ゲームの中身ですね。我々ゲームを作ってますね。ここが一番重要なんですけれども、それぞれのパッケージでどういうゲームの遊びを追加してきたとかというのがこの表になります。那就是有关于 package 里面要追加什么样的东西呢？那基本上就是如图表这样子的状况。で次がですね、他の会社とのコラボレーションになります。これもステップバイステップで、だいたいダウンロード数が同じの国内の有名タイトルと一緒にコラボレーションイベントを開催していきました。那有关于合作活动呢？这是包括每一个 package， 他们在每一个阶段跟哪一家公司合作，然后就是像有这样子的阶段。だいたい国内においては100万ダウンロードを超えたあたりからスクエアエニックスだったりとか、最終的に一番右上に書いてあります進撃の巨人と。コラボレーションするための権利を得ることができました。那大概超过100万下载之后，开始就是跟 Square Enix 这一些公司开始有合作的机会，然后到最后呢，就是像最近就是有关于那个晋级的巨人，然后也取得跟他们的联系跟合作这样。2年間かけてダウンロード数はどういうふうに伸びていたかというのの大体の表がこれになります。那在两年间呢，市场大概是什么样的成长状况的话，就是如图表这样子的状况。
先ほどご説明したパッケージというのは我々の方がコントロールしてこのタイミングでこういうふうにやっていきたいというストーリーです。那基本上呢，刚刚讲到就是说，在每一个 package 里面大概要做什么样的事情，他们把它设计成一个故事这样。たとえ難しい日本の市場であっても、そういうストーリーをきっちりとですね自分たちで守ってクオリティの高いものを出し続けることでダウンロード数を伸ばすことに成功しました。那就是每一个阶段每一个阶段他们有自己的故事，然后这个物语 要怎么去把它完成呢？这是他们要需要去努力的。すみません、ここはちょっと英文訳が間に合っていませんね。不好意思、就是这边的部分、因为还没有把它转成英文、就是只有日文、不好意思。これ日本語で何が書いてあるかというとですね、非常に苦しいチャレンジだったけれども、苦労して頑張ってゲーム作ってよかったということが書いてあります。那有关于这个部分的日文呢，那稍微说明一下，就是说这个部分就是反正非常辛苦努力，然后到最后呢，终于把它做好了。もうこれはどういうコラボをしたかの説明ですので、どんどん省きます。那这个部分就是很多的图啊，就是说明当时的一些过程这样子，然后就是这个部分因为都是图，所以大概就跳过这样。先ほどのようにですね、ストーリーを持って自分たちがしっかりとゲームの運営をしているとですね、ゲームのメディアの方もいろいろ取り上げてくれたりとかしますので、良い効果がたくさんあります。那就是基本上呢，刚刚也讲到，就是说有关于一个 package 里面，它就是设定一个物语或者是一个故事这样子的一个进行的方式。那在这里面呢，它就有很多的很有趣的事情这样。はい、まあ、この辺はどういうメディアに取り上げられたかなので、皆さんもご存知のローソンとかともコラボやってますね。那这边是有关于媒体的部分啊，他们有跟ローソン去做合作这样子。はい、今後の展望なんですけれども、ドラゴンファングはスマートフォンを乗り越えてですね、任天堂ニュー 3DS の移植も進めています。那有关于就是接下来呢，就是ドラゴンファング这款游戏将会移植到 3DS 这样。あとですね、ドラゴンファングの VR 版というものも開発を今進めています。那基本上现在呢也在开发ドラゴンファングの VR 版这样。そしてですね、我々トイディアはドラゴンファングをはじめとして東京ゲームショーというものにもう3回連続で出場しています。那有关于トイディ呢，就是说他基本上就是东京电玩展，这是第三次准备要出展。今年もですね、スマートフォン版の最新作と Nintendo 3DS 版。とですね、あと VR の展示を東京ゲームショーで行う予定でいます。那今年呢也预定就是要在东京电玩展，他要去出展就是新作，然后也包括 3DS 的部分，然后跟一些新的讯息。もし日本にいらっしゃる方がいらっしゃいましたら、東京ゲームショーのチケット、お譲りしますので、ぜひ後でお声掛けください。那就是如果想要去那个东京电玩展的呢，可以跟他讲一下这样子，嘿。私からのプレゼンテーションは長くなりましたが以上になります。ありがとうございました。那就是演讲稍微比较长一点，那就是谢谢大家这样。質問ある時間ある？还要做那个 Q&A 吗？我们大概因为我们时间有点超过，所以我们大概两个问题。ちょっと時間が超えてしまったんで、質問2つで。好，没关系。那看能不能一次。我一次快。没问题。等一下，麦克风。我问四个问题，这个很简单，就是第一个，你是先成立公司吗？还有一个是你们一开始是在家做还是办公室？第三个，你们有没有启动资金去做你们的东西？还是说制作的前段都没有任何薪水？还有一个是说，现在独立还有希望吗？因为太多大厂进来了。好，就这四个。
非常に良い質問です。那这是非常好的问题。じゃあ、まず1点目から。法人の設立が先にするか、それとも後にしますか。ですね、法人の設立に関しては、日本の市場において他の会社と交流したい、まあ、例えばコラボレーションもやりたいとかっていう場合には、法人格を持っていないと相手にされないというなんかこう狭苦しい文化がありますので、トイディアの場合にもかなり初期の頃から法人にしました。那因为在日本的一个文化呢，如果说你没有在一开始就赶快先做法人，然后你要去跟其他公司做交流的话，基本上根本就没有办法，所以。在日本的情况下的话，比如说你要去跟其他公司做交流的话，一定要有法人，这没办法。那个第二个问题是，你们是在家制作还是已经做了？最初には家で作りますか？それともなんか職場、オフィスは持ってますか？作ってるサイン。初期の頃からですね、まあボロいマンションですけれども、一応オフィスを作りました。那一开始呢，其实他们是在公寓里面做，然后就是一开始就已经就是有一个 小型的办公室这样子。給料に関しては払っていました。那在这个之间的开发呢，就是说基本上他们还是有付薪水的。ただここは非常にリアルなお話なんですけれども、最初お話しした通り。当初は受託で受けていたキャッシュが会社にあったのでそれで払うことができたんですが、先ほどのゲームを作り直すというタイミングでキャッシュアウトしています実は。那其实呢，在一开始的时候，就是刚刚有提到说，其实一开始他们是做外包嘛，那个时候其实还是有收入的。但是当整个就是开始重做，就是刚刚讲到说从横改到直那个阶段，基本上那个所有都是入不敷出的。そこですごく苦しかったのがですね、キャッシュアウトしてしまったので、じゃあそのタイミングでやっぱり2年後に。ゲームが埋もれるのが分かっていても出して少しでもお金を入れる方がいいのか、それともさらに我慢するのかという選択肢をしました。那在那个入不敷出的情况下呢，他们其实也考虑很多，就是在那个阶段，他们究竟要继续做呢，还是说赶快就出了？其实那个时候也是非常非常的烦恼。で解決策は簡単で、私の持っている個人資産と車、家みたいな感じのものとかっていうものをすべて売却して社員の給与に充てました。那那个时候呢，基本上他把自己的车啊，然后跟房子，基本上就是直接卖了，然后直接把那个部分就是拿来付薪水。他に質問。今独立してもまだ希望がありますか。まあもしもや成績。日本においてですか。那有关于就是现在独立还有没有机会这个部分的问题是有关于日本市场吗？还是说？希望はあると思います。那如果不仅就是不单只是日本的话，包括其他市场一起考虑的话，其实应该还是有机会的。ただ、非常に一点重要なところがあるとすれば、一緒に始めるスタートアップのメンバーですね。メンバーに対して自分が本当に心から共感できるような素晴らしいクリエイターがいなければ、独立すべきではないと思います。那但是呢，他其实觉得说，如果真的要独立的话，最重要的一件事情就是你的伙伴到底有没有办法跟你有共鸣、有共感，这件事情是非常重要的。就是说，假设你没有可以共鸣跟共感的伙伴的话，有没有？那其实不应该独立的。必ずお金だけでは乗り越えられない苦労というものがインディーズには付きまとうからです。那就是单只有钱没有办法解决的问题，其实在独立开发者里面也是很多的。ただ市場的にはインディーであったとしても逆に安定している市場とも言い換えることができるのでインディーでチャレンジする余地は全く大きいと思っています。那其实呢，有关于独立开发者，然后接下来就是他会转为一个安定市场，这种情况其实还会再发生，所以其实机会还蛮多的。以上。那就是以上。跟那个马斯达桑交流，那我们现在呢，因为时间关系，所以。